神はどこにいるざます？もうじきお客様がお見えになるざます。急いでお茶の用意をするざます。お待たせして申し訳ございません。お嬢様はもうすぐ参りますので。いえいえ、喜ばしいことです。かのグリシーヌ嬢が私のためにおしゃれを。マダム、何ですかこれは。新しいペットですか。王様のおたわむれざます。平民に貴族の生活を学ばせるのだとおっしゃって。さすがはグリシーヌ嬢、なかなか面白いことを思いつかれますな。王神、下がってよろしい。お嬢様をお呼びしなさい。
大丈夫です。無理をしてはいけませんよ。君は北王子花火と申します。あなたは？申し遅れました。自分は大神一郎さんでしょ。どうして俺の名を？お噂はクリシーヌからお聞きしていますわ。はい、大神さんのこともいろいろと聞いています。ダメですわ。グリシーヌに話すなときつく言われていますから。でもいいことの方が多かったと思いますわ。大神さんと同じでパリで勉強をしていますの。男爵である父がブルーメール家と親交があったので、こちらにお世話になっているんですわ。大神さんはどうしてメイドのお仕事を？そうだったんですか。グリシーヌらしいといえばらしいですよね。はい、私でお答えすることができる質問でしたら。宿命ですか。グリシーヌから以前聞いたことがあります。ブルーメール家の娘は完全無欠の花婿を探さなければならないと。はい、強さと気品を持ち合わせた男性ということでしょうか。それがブルーメール家に娘として生まれた者の宿命だ。ブルーメール家というのはこのフランスでも有数の名門貴族なんです。名門であることから歴史や伝統というものがとても尊重されていて、それでグリシーヌも家の地位と名誉を守るのが宿命だと考えているんです。パリでも5本の指に入る名門貴族の方とは聞いているんですが。わかりません。グリシーヌは何も言ってくれませんので。ただ何か悩んでいることだけは確かなんですけど、グリシーヌは宿命とともに誇り高く生きていくのだと私に言いました。でも私にも彼女の本当の気持ちはわからないのです。グリシーヌなら中庭にいるはずです。彼女のことお願いしますね。
礼する。これは。まったく聞こうは軟弱な男だ。時々思うのだ。私の人生はこのブルーメール家と一対、どちらか片方が欠けても役には立たぬ。このイヤリングのようにな。我がブルーメール家は今でこそ名門貴族を名乗ってはいるが、先祖はバイキングだったのだ。荒れ狂う海と戦い、家族と仲間を守るために生きた。それこそ本来の姿ではないか。そう思うと、地位や名誉だけを守り伝える貴族の生き方が虚しくてな。だが私は捨てることができない。ブルーメール家の人間として、貴族としての名誉も誇りも、結局私も家の一部なのだ。受け継いでいくものとして共に生きていくしかない。守るべきものを持たぬ貴公に一体何がわかるというのだ。私の中にブルーメール家の誇り。すまない、失礼する。時が経つのは早いざます。あなたたちのお仕事はこれで終わりざます。誇り高き宗家において名道を成し得たという体験は輝かしい思い出になるでしょう。大神、エリカ、国立子、また働きたくなったらいつでも来ていいざますよ。今度はきちんとお作法から教えてあげるざますね。タレブーさんって意外といい人ですね。それまでにもう少しは気品と教養を磨いておくざますよ。やっぱ嫌な人だよ。では三人とも元気でやるざますよ。ごきげんようざます。タレブーさんもごきげんよう。グリシーヌさん、お見送りに来てくれませんでしたね。大神さん、ちょっと待っていただけますか。グリシーヌは今夜舞台の方はお休みしたいそうです。明日リッシュ伯爵がお見えになるので、その準備をすると。私はやはりブルーメール家と共に生きるしかない。貴公のようにはなれん。